フリードリヒビルヘルム・ピクシスは、ドイツのバイオリニスト、作曲家。ピクシスは、マンハイムに生まれた。父のフリードリヒビルヘルム・ピクシスは、同地の教師、オルガニストであった。ピクシスは、はじめ、父から手ほどきを受け、その後ハインリ・ヒリッターとイグナーツ・フレンツルに指示した。数年の修行期間の後、彼は公開演奏会を行った。 弟のヨハン・ペーター・ピクシスはピアニストであったため、父は1796年に二人を連れて演奏旅行に出かけ、ドイツ、デンマーク、ロシア、ポーランドを巡った。1798年の3月から5月には、ピクシス兄弟はハンブルクで演奏会を開いている。この際ピクシスは3月からハンブルクとシェーネフェルトを放浪していたバイオリニストのジョバンニバティスタ・ビオッティの 目に留まり、1798年の夏の夏の間を、父と共に、シェーネフェルトに滞在して、ビオティのレッスンを無料で受けられることになった。この特訓を終えた同年10月6日には、ピクシス兄弟は、ハンブルクのフランス劇場で、再び演奏会を催している。1804年から1806年の間、ピクシスは、マンハイムの還元楽団で、バイオリン奏者を務めた。 父はウィーンへと今日移した。ピクシス兄弟は1805年の秋にヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーに作曲の指導を受けている。1806年から1807年には二人はプラハで演奏会を行い、1807年10月にはライプツヒでゲバントハウスの舞台に登っている。1811年、ピクシスは 設立間もないプラハ音楽院のバイオリンの教授として迎え入れられた。その後、彼は劇場の管弦楽団及び音楽家協会の運営にも携わっており、プラハの音楽水準の向上に貢献した。彼はプラハバイオリン学校の創設者とされている。卒業生には、彼の息子のテオドール・ピクシス、モーリッツ・ミルトナー、ヤンバーツラフ・フカリボだ。 カール・フェルディナント・ヒュックスらがいる。ピクシスは、ボヘミア軍の大佐であったアルベルト・フォンのスティッツリーネック伯爵のために定期的な室内学園総会を催した。ピクシス自身もバイオリニストとして始終奏に参加しており、彼の弦楽始終奏談は、同時代の人々から最高の音楽的環境をもたらすものと称賛された。彼は、 音楽アカデミーを主催して自作曲を演奏するなどしたが、そうした楽曲はわずかしか現存しない。バイオリンと還元楽のためのコンチルティーの二町長、競争曲、助曲、変奏曲、弦楽四重奏曲をオーパス1、一二町長、そなたなどがそれにあたる。注釈出典。ありがとうございます。